和食は健康にいいイメージもあり、そんな和食に欠かせないある調味料に深刻な盲点。毎日のように使用するとても身近な調味料、どんな調味料でしょうか。どうもこんにちは、東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの中島美玲香です。東洋経済オンライン編集部長の竹政秀明です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。今日は和食が好きな健康志向の人も知らない深刻な盲点についてご紹介していきます。東洋経済新報社から発売されている70万部超えの大ベストセラー、食品の裏側の著者阿部司さんが15年間書き溜めた膨大なレシピノートの中から、簡単に作れる時短レシピを厳選した一冊、世界一おいしいプロの手抜き和食阿部ご飯ベスト102レシピ、今回はその一部をご紹介するとともに、著者である阿部司さんが指摘する和食の深刻な盲点についてお伝えしていきたいと思います。竹政さん、私たち日本人のソウルフードともいえる和食は健康にいいイメージもあり、少し前にはユネスコの無形文化遺産としても登録されましたよね。はい、そんな和食に欠かせないある調味料に深刻な盲点があると阿部さんは指摘しているんですね。はい、和食に欠かせない調味料が深刻な盲点に、どんな調味料でしょうか。それは醤油だって言うんですね。醤油、実は醤油には気をつけたい2つの落とし穴と、そして選び方があるというんです。はい、お醤油というと、私たちが毎日のように使用するとても身近な調味料ですよね。どんな落とし穴があるんでしょうか。本来醤油というのは大豆、小麦、塩、麹を使って1年以上熟成させて作るものなんですね。はい、ところが非常に安い値段で売られている激安醤油の中には、大豆油を絞った後の脱脂大豆を塩酸分解して作ったアミノ酸液を混ぜ合わせて作っている醤油っていうのも少なくないと阿部さんは言います。大豆油を絞った後の脱脂大豆を塩酸分解したものを混合するんですか。もうちょっと分かんなくて、こんがらがっちゃいますよね。はい、まあ、この方法だと極めて安価にできるんですが、はい、醤油が本来持つ旨味や香りは乏しくなるそうです。はい、そういう激安醤油は往々にして味が足りないから、はい、調味料かっこアミノ酸等や、はい、甘味料を足したり、はい、色をつけるためにカラメル色素を使ったり、保存が効かないから保存料を足したりすることもあると言います。はい、甘味料や保存料を食品添加物が使われているんですね。はい、これらはいわば添加物を駆使した醤油であり、はい、昔ながらの長期熟成で作る本物の醤油とは別物と言っても過言ではないと阿部さんは指摘していますね。はい、なるほど。つい手に取ってしまいそうな激安醤油ですが、思わぬ落とし穴があったんですね。ではこういった長期熟成した本物の醤油と添加物を駆使した醤油を見分ける方法はあるんでしょうか。実は簡単な見分け方があるそうです。はい、阿部さんによれば、裏ラベルを見るということが大事だそうですね。はい、昔ながらの長期熟成した本物の醤油の原材料は大豆、小麦、食塩ですが、はい、添加物を駆使した醤油は調味料かっこアミノ酸と、はい、カラメル色素、はい、あるいはサッカリンナトリウム、アマクサと書いて肝臓、はい、ステビアなどの甘味料、そして保存料などが裏ラベルに原材料として書かれているのだそうですね。なるほど。添加物を駆使した醤油を避けたいなら、きちんと裏ラベルを見た上で醤油を買うことが大事ですね。そうですね。はい、しかし実は私たちは添加物を駆使した醤油を知らないうちに口にしている場合もあるそうです。そうなんですか。どういった場合ですか。それはですね、持ち帰り寿司やお弁当などのテイクアウトについてくる醤油ありますね。はい、あります。そして外食店などで口にする醤油などです。こういった醤油は添加物を駆使した醤油である可能性もあるそうですね。テイクアウトの小さな袋に入っている醤油とか、外食店のテーブルに置かれている醤油の裏ラベルにも気を配ってみてください。外食やテイクアウトのお醤油のラベルですか。見たことなかったです。そうですね。はい、
もし添加物が気になるならちゃんと見た方がいいですね。そうなんですね、はい、でも添加物を駆使した醤油で食べるとやっぱり違うんでしょうか。同じお寿司やお刺身でも、うん、添加物を駆使した醤油は長期熟成の本物の醤油で食べるのと比べて、はい、美味しさは半減すると阿部さんは言います。そうなんですか。特にお寿司やお刺身は美味しいお醤油で食べたいですね。はい、その通りです、はい、しかし醤油の落とし穴はそれだけではないんですね。まだある。まだある、はい、先ほど長期熟成した本物の醤油というのは、はい、原材料が大豆、小麦、食塩だけで作られているとお伝えしましたが、はい、大豆、小麦、食塩だけの醤油なら OK かというとそうではないそうなんです。それはどういうことなんでしょうか。うん、醤油にはですね、はい、即蒸といって即蒸酵素と温度の管理で短期間で作る製法があるのそうです。この製法を使えば熟成期間を短縮できるので、はい、コストを抑えて安く売ることができます。うん、こういった即蒸醤油も原材料が大豆、小麦、食塩だけになるのでラベルだけで見分けることはできないんですね。そうなんですね。その即蒸醤油と長期熟成した本物の醤油を見分ける方法はあるんでしょうか。その2つを見分ける一番簡単な方法は、はい、テイスティングだそうです。テイスティング、 200cc のぬるま湯に大さじ1杯程度の醤油を入れて飲み比べてみると。飲み比べるんですね。うん、長期熟成の醤油と即蒸醤油では味が明らかに違うんだそうですね。長期熟成の醤油は薄めても旨味が残りますが、はい、うん、食蒸醤油はですね、旨味が乏しく塩水っぽく感じるものが少なくないそうです。うん、一つまみの塩を入れて旨味が引き出されるのが長期熟成の醤油の特徴だと阿部さんは言ってます。すごいですね。ぜひ試してみたいです。阿部さんによると、はい、もう一つの見分け方は値段です。値段と比較して極端に安いというものは即蒸の可能性が高いと考えておよそ間違いないそうですね。なるほど。安いものには理由があって高いものには訳があるんですね。でも高いお醤油を使うと食費が高くなってしまうんじゃないでしょうか。はい、その点について阿部さんはこう言っています。はい、いい醤油を使って美味しい返しを用意しておけば、はい、〇〇の素、〇〇のタレなどが簡単に作れるのだそうです。うん、市販品をわざわざ買わなくてもいいからその分安上がりだと言うんですね。はい、今返しっておっしゃいましたけど返しとはどういうものですか。砂糖と醤油を合わせた調味料のことなんですね。はい、これをベースに麺つゆや焼肉のタレを作ることができます。なるほど。確かに市販の麺つゆや焼肉のタレは使い切れずに賞味期限が切れてしまうこともよくありますよね。自宅で簡単に作ることができれば結果的に食費も安くなるかもしれませんね。はい、ということで今日は和食が好きな健康志向の人も知らない深刻な盲点についてお送りしました。皆さんもいいお醤油を使って美味しく健康的な和食を楽しんでいただきたいと思います。東洋経済新報社から発売されている世界一美味しいプロの手抜き和食阿部ご飯ベスト102レシピでは返しを含むたった5つの調味料さえ作れば美味しい和食が時短で自由自在に作れるという時短レシピを厳選して紹介しています。興味を持たれた方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。